はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、えー。仕事に行かれる方は行ってらっしゃい。仕事が終わった方はお疲れ様です。仕事にがお休みの方はお疲れ様です。というわけで、えー、今日はマイクのレビューと、Galaxy S9 Ultra タブレットですね。と iPad Pro M4 13インチのちょっとね、比較みたいのを喋ろうと思います。喋、えー、ってるこのね、音声、いつもは えマオノのマオノさんの PD200X で喋ってますが今日はファイファインアンプリタンクタンク3という、えー、ダイナミックマイクを使っておりますファイファインさんからの提供ですありがとうございますいつもと音質はどうでしょうか設定はすべて同じですえーですねこちらのマイクはですね USB 接続ダイレクトですね。オーディオインターフェースなしで、USB 接続と XLR キャノンですね。オーディオインターフェースを使う接続も可能な 2WAY で単一指向性ノイズ低減ダイナミックマイクとなっております。で、マイクの上に、まあ、写真ね出てると思いますけど、緑色に光るミュートボタンがあって、えー、ね、配信中とか、なんだろう、ゲーム配信とか、 リモート会議とかでミュートにしたい時は一発でミュートにできて便利です。であとね p ア2 0 0 x と一緒で背面に 3.5mm のモニター用ヘッドホン端子があってゼロ0レーテン0レテン C っていうのは遅延がないってことですねのモニタリングが可能です。でヘッドホンのボリュームとマイク原因つまみが2つ付いていて回すだけなので簡単に調整ができて楽でした。 あとあのこれスタンドが必要になるんですけどマイクのアームでもいいんですが8分の3インチと8分の5インチのネジが内蔵されていて取り付けも便利ですでねまあざっと聞いた感じだとえー、っと魔王の PD200X は低域を結構よく拾いますでこちらは中高域がクリアかなっていう感じで特徴が出てると思います とりあえずいつもの魔ノの PD200X に今から切り替えるので聞いてみてください。はいというわけでこちらが今まで使ってきたいつもの魔ノの PD200X です。えー、音がねこちら低音が増えてると思いますがいかがでしょうかえー、先ほどまではファイファインのアンプリタンクタンク3を使っておりました。音の違いこれでチェックしてみてください。えー、よろしくお願いいたします。 はいというわけでまたフィファインのアンプリタンクタンク3に戻しました音の違い分かったでしょうかでねまあこれで今から喋っていくわけですけれどもえっ、ー、とですねとりあえずギャラクシーのタブレットギャラクシータブレット S9 ウルトラ14.6インチですねまあこれとまあ iPad Pro 13インチ M4 を使って 両方使ってみた感じからいくとまず、ね、マルチタスクをするなら圧倒的に、えー、S9 です14.6インチという、ね、モニターの大きさ &DEX モードが使えるのでもうパソコンのように、えー、といろんなウィンドウを開いて、えー、ブラウザも複数ウィンドウを開いてもう完全にマルチタスクがしやすいです。 DEX モード使わなくても画面が大きいのでもう2画面とかあの3つとかあのオーバーレイで、ね、出して、あのー、マルチタスクにすごい向いてますやっぱ14.6インチっていう大きさは13インチは微妙にマルチタスクしにくいのとやっぱ iPadOS がマルチタスク向けではないのでマルチタスクするんだったら Galaxy の S9 ウルトラがいいですが。 ただまあ自分が使いたいアプリがギャラクシーにあればの話です。えーうん、ファイ a l ルカットプロとかロジック使いたかったら無理なので、まあその辺はどうかなと。で、あと読書もあの薄くて両方とも軽いんで、えー、雑誌を読むなら圧倒的に、えー、と Galaxy S9 Ultra でした。 特に縦表示にして1ページずつだともう普通に雑誌読んでる感覚で読めちゃうのでまあこれはすごいなと思いました漫画はまあ両開きまあどちらでもちょっと縦置き比の比率が違うんでアスペクト比がまあでも、えー、iPad Pro13 インチでもえー、っと Galaxy S9 ウルトラの14.6インチでも、えー、漫画等は見開きで読みやすかったです あと、スピーカーはです。どちらも、こうつつけがたいですね。ちゃんとドルビーアトモス対応してて、フォースピーカーで、えー、ただ、大画面なので、で、ギャラクシーの方は、UKL。で、iPad Pro 13インチの方は、タンデムオーレット、UKL ですね。タンデムの。ん、若干、そうですね。iPad Pro の方が、 映像きれいかなって感じでしたが、まあ、同じ UKL なんで、まあ、どちらも美しいですより大画面が欲しい方は Galaxy ね S9 ウルトラだと思いますし価格も、えー、iPad Pro13 インチ m 4 2 5 6ギガ w i f i なら、えー、変わらないちょうど同じぐらいの価格なのでまあこれは えー、タブレットで何するかにもよるんですがあと使うアプリにもよりますがえー、っとね iPad Pro でしか使えないえー、っとアプリを使うんでなければまあどちらもいいんじゃないかなとただえっとギャラクシーの欠点はリセールバリューが iPad Pro より落ちます現状 iPad Pro13 インチはイオシさんで確か178万で買い取ってくれますが えー、ギャラクシー S9 ウルトラは、えっ、ー、と、20万ちょいの、えー、iPad Pro 13インチと同じ値段で、ほぼ同じ値段ですが、買い取りが12万円ぐらいまで落ちてしまいます。えっ、ー、と、6万円ぐらいリセールバリューが違うので、まあ、この辺ですねで。あとまあ、ギャラクシー S9 ウルトラの方は S ペンが付いてきますで。S ペンの書き心地も相変わらずいいです。 で使い勝手ももう長年ずっと S ペンをね使ってきてるギャラクシーなんでまあアップルペンシルプロよりは使い勝手はいいかなといった感じですただアップルペンシルプロもあのスクイーズとかまあ食感フィードバックとかいろんなものに対応してきてかなり進化したのでそちらも使いやすいとは思いますが まあ、書いてて気持ちいいのは、あの、あれですね。えー、っと、ペーパーライクフィルムとか貼らない状態で気持ちいいのは、ギャラクシー S9 ウルトラかなといった感じです。ただ、まあ、うーん、あとはですね、処理速度に関しては、まあ、iPad Pro 13インチ M4 の方が早いかなと。ただ、僕、ゲームやらないんで、ゲームのスコアとかゲームでやった感じはわかんないんですが、 まあとりあえずうーんまあとにかく一番大きい画面で薄くて 5. 数ミリなんで軽いであのスリムキーボードの方を選択すればトラックパッドついてこないですが、えー、スリムキーボードケースつけても軽いですマジックキーボードみたいに重たくなりません持ち運び楽です、えー、マジックキーボードつけるとねもう MacBook Air と変わらないか え僕の M1 の、えー、iPad Pro 12.9マジックキーボード 1.5kg ぐらいになっちゃうんで MacBook Air より重くなったりもしてくるのでまあその辺は選択してほしいですがまあ僕が思うのはとにかく大画面薄さ同じぐらいで軽くて大画面で作業したい、えー、マルチタスクをタブレットでしたいという人は ギャラクシータブレットの S9 ウルトラででまあ13インチで OK でほぼシングルタスクで使っていてしかもロジックプ Pro とか、あのー、ファイナルカットプロ、i p a d でしか動かないアプリを使う方は iPad でいいと思いますまあでもね iPad Air があるんで持って安い13インチが出ましたので Air にも。 まあそれが一番おすすめになりますが一応同じ価格帯のまあお互いのフラッグシップっていうことで S9、えっと、ウルトラとギャラクシーの iPad Pro13 インチ M4 を比べていますがまあどっちも欠点もあり長所もあり素晴らしいタブレットなのでただ僕は大画面好きなんですが ただちょっと映画見たときはそうっすねー僕は iPad Pro13 インチで見る方が気分上がりましたねちょっとね映画何本か Galaxy S9 Ultra と iPad Pro13 インチで見てみましたけどまあ満足感があったのは iPad Pro13 インチでしたただ えとこれが雑誌とか、えっと、ウェブサーフィン、えー、コンテンツ消費全体で考えると Galaxy、まあ、S9 Ultra の方が満足感があったという感じなんでどちらもどっちですねあと出先で、えー、キーボード付きで使うんであれば、まあ、僕はあのー、新しい M4 の iPad Pro13 インチのマジックキーボード買ってないですが まあ圧倒的に操作のしやすさキーボードを使って作業するやりやすさは S9 でしたまあねウルトラの大きさは必要ない場合は S9 シリーズ3つ大きさ出てるんでそっから選んでもいいと思いますけれどもあと AI に関しては Galaxy の方はテキストとか、あのー、通訳翻訳、まあ、文字ベースあと言語翻訳通訳 ま、あとね、あの、文字の書き起こしとかそっちに特化していて iPad の方はあの Logic Pro とかの AI プレイヤーとかあのステムスプリッターみたいに、えー、2Mix の音源をボーカルとかベースとかドラムとかその他に分割する AI とか Final Cut Pro で えね、背景から人切り抜いたりとか声を分離とかいろいろそっち面の方で AI が活躍していてでまあロジックプロはねプロユースでいくとマスタリングをねえっ、ー、と AI でえっ、ー、と初めての人とか慣れてない人でもちゃんとやってくれるという機能も追加されてるのでまあどっちを取るかですねまあ iPad がこれで文字の方の テキストベースの方の翻訳とか通訳とか文字の書き起こしとかそっちの AI にも次で手を出してくるかそれとも iPadOS のバージョンアップで対応するのかは分かりませんがまあニューラルエンジンがね素晴らしいの M4 で積んでるんでまあ AI 機能も今後のアップデートで追加してくるとは思いますのでまあその辺は様子見といった感じですかね。というわけでねまあ どっちを変えとは言えないですけど、まあ、とにかくアップルエコシステム内に住んでなくて、まあ、タブレットでとにかく一番でっかい画面14.6インチという薄くてでかい画面が欲しくてでちゃんとクワッドスピーカーでドルビーアトモスにも対応していて、えー、タブレットとしてきちんと使えてで、まあ、SOC も えっと、スナップドラゴン8ジェン2かなを積んでいて、メモリー12ギガ、国内版はストレージ512ギガですけど、まあ、それがいい人はそっちで全然いいと思うし、アンドロイドが好きな人はもうそっちでいいと思います。アンドロイドタブレットの最高峰にいると思います。で、ギャラクシーエコシステムにいる方、ギャラクシーのスマホとか、まあ、Z フォールド含めてフリップもそうですけど、 ギャラクシーエコシステムにいる人はギャラクシータブレットがアップレエコシステムのように連携して使いやすいのでいいと思いますでまあアップレエコシステム内に生きている人たちは、まあ、iPad Pro13 の方がいいんですが前から言ってる通り iPad Pro は僕はプロ向けだと思ってるので、えー、iPad Air の M2 の、ね、画面が大きいのがいい方は13インチ ちっちゃくていい方は11インチが一番ベストバイかなと思っておりますというわけでねまあ簡単にえっとギャラクシーのタブレットアンドロイドの最高峰タブレット S9 ウルトラと iPad Pro13 インチ M4256 ギガ WiFi の方をちょっと比較したことを語ってみましたがまあ今までねこれ、はい、レビューも兼ねてますんでファイファインさんのアンプリタンクタンク3 え、こちら、どうでしょうかえー、まあ、僕の感想は、低域が出すぎているダイナミックマイクが嫌な人、中高域のクリアさを求める方は、こちらのファイファインさんのアンプリタンク、タンク3がいいと思います。で、えー、っと、低域もっとね、あの男性で声の深みとか、低域の厚みが欲しい方は、えー、っと、 マオノさんんの PD200X がいいといいいいとととった感じで選んで選くといいと思います今後ねどちらのマイク使っていくかはちょっと僕の好みでやりますが、まあ、しばらくはファイファインさんのアンプリタンクのタンク3で独り言をお届けしようかなとも思っていますちなみにこちら価格はアマゾンで、えー、14,689円なんですが1,200円クーポンがついてますので13,189円です。 ま、ちょっとマオノの PD200X より1000円2000円高いといった感じですけどもまあどちらもこう落つ着けがたい機能的にはもうね一緒というか、ね、マオノさんの方も XLR と USB 積んでますしまあこの辺はどっちを選ぶかといった感じで、えー、好きな音がする方今回のこのね独り言を聞いていただいて 好きな音がする方を聞いてもらえればいい聞いてつか使っていただければと思います。でまあ僕の好みからいくと好みじゃないんですよね。まあ多分独り、えー、言とかラジ,オみラジオみたいな語りをやるならマウノの PD200X が僕はいいかなって感じですがボーカル取ったりあと楽器アコギとかそういうのを生音で拾っていく場合は えっとこちらのファイファインのアンプリタンクのタンク3の方が向いてるなとは思っています。マイクっていうのも用途用途で使い分けるものなのであとまあ配信とか人の声が聞き取りやすくするんだったらこちらのファイファインのアンプリタンクタンク3の方が中古域はクリアなんで人の声を通しやすいのでいいとと思いいいいますすななののでででリモート会議とかかも声がが通りやすいのでこっっちを使った方がいいかなと思います。 というわけで、えー、ファイファインさんアンプリタンク、タンク3、13,489円でアマゾンで売っておりますが、こちらのレビューとともに、えー、こういうね、マイクのレビューは、喋ってる声をずっと聞いてもらうのが一番いいので、えぇ、ー、えー、っと、あれですね、ギャラクシー S9 ウルトラと iPad Pro 13インチ M4 256GB Wi-Fi の比較の語りを合わせて、 合わせ技で今回やってみました、えー、概要欄にファイファインさんのアンプリタンクタンク3の、えー、販売ページ等を貼っておきますので、えー、そちらから気になった方は見ていただければと思います。というわけで、えー、今日はこの辺で。